宮本久夫は、日本の神学者、哲学者、東京大学名誉教授、東京大学教養学部教授、上智大学教授を経て、東京純心大学教授、カトリック教会司祭、ドミニコ会修道士、新潟県生まれ、新潟県立長岡高等学校卒、1970年、東京大学文学部哲学科卒、1972年、 東京大学大学院修士課程修了。カナダオンタリオ州立哲学進学大学で学び1980年進学修士。1981年復立エルサレム、聖書学研究所名誉学士。パリ第四大学及びパリカトリック進学院において、スタニスラス・ブルトンに学び。1982年、東京大学教養学部助教授。 1991年東京大学大学院総合文化研究科教授2001年他社のゲントポス存在と他社をめぐるヘブライ、恐怖、中世の施策からにより翌2002年東京大学博士2007年東京大学名誉教授2007年から2015年まで上智大学進学部教授上智大学大学院進学研究科教授 定年体感に伴う最終講義の演題はエヒエロギアヘブライ的脱罪論。2015年東京純真大学看護学部教授カトリック文化センター所長。古代中世のキリスト教思想を軸にキリシア的な存在論とは異なるハヤトロギアヘブライ的存在論とエヒエロギアヘブライ的脱罪論に関して幅広い哲学研究を行うと同時に アウシュビッツ以降の現代文明に関する継承及び活発な発言を続けている。2014年度第27回、和辻哲郎文化小学術部門に出会いの他者性、プロメテウスの日から愛知の炎へが最終選考作として残る。2015年即来ィロージェマジスター、日本人初の名誉称号授与。2021年、 パウロのシンピロン他者との相生の地平を開くで2020年度、第33回、和辻哲郎文化賞受賞。駒場2001東京大学教養学部東京、純真大学第27回、和辻哲郎文化賞学術部門選考委員票、上智大学ソフィア会第33回、和辻哲郎文化賞学術部門受賞の言葉、選考委員票ドゥックハットイーブフ。 ありがとうございます。